便秘解消のための運動方法をお伝えしていきます。はい、どうも、東大阪市慢性腰痛専門整体のズムの岡野と申します。本日も動画をご覧いただき本当にありがとうございます。今回は頑固な便秘を解消していくための便秘の運動方法っていうのをお伝えしていきますので、便秘でお困りの方、頑固な便秘をお持ちの方はですね、ぜひ最後までご視聴いただければと思います。あなたは便秘を解消するための運動って何を思い浮かべるでしょうか？おそらくウォーキングしたらいいのかなだったりとか、なんかプールがいいのかな、腹筋したらいいのかな、いろんなね、運動方法があると思います。まず結論から言うと、インナーマッスルを鍛えるということが必要になってきます。お腹のインナーマッスルになります。なぜこのお腹のインナーマッスルを鍛えていく必要があるかというと、腸っていうのはやはり中ですよね。内臓なので内部にあります。そして一般的な腹筋、例えばね、こういうふうによいしょよいしょ、あーお腹効いてきたなみたいな腹筋あるじゃないですか。これは基本的に腹直筋というですね、いわゆるシックスパッドっていうふうにね、お腹割れたりするじゃないですか。ああいうアウターマッスルに対する腹筋運動になってくるわけです。なのでこれは実は腸とかと密接に関わってくる部分ではないです。なのでインナーはその奥ですね。必要なのは冒頭にお伝えしたようにインナーマッスルです。これは腹式呼吸で使うために必ず必要になるので、インナーマッスルになってきます。例えばこのインナーマッスルどうやって鍛えるのかというと、一番簡単な方法はウォーキングです。これも普通のウォーキングではなくて、少し大股で歩くようなウォーキングです。そうすることによってインナーマッスル、足を上げる筋肉がこのお腹のね、大腰筋、いわゆる腸腰筋という部分になってくるので、大股、足を上げたウォーキングをすることによって無意識にですね、このインナーマッスルが使われるようになってきますので、大股のウォーキング、例えばこれが一番いいのは朝ですね。朝ウォーキングの時間を作って15分ぐらいお水を飲んだ後にですね、朝ウォーキングをするっていうのが一番理想的になってきます。水を飲むことによって腸がですね、動き出す準備ができますので、そこでウォーキングをしていくと、このね、腸腰筋、大腰筋が使われてきますので、腸の運動を促進してくれます。でもし朝ですね、ウォーキングの時間が作れないっていう方はですね、通勤時間とかでも OK です。例えば10分15分ぐらい毎朝ですね、駅から職場まで歩いています、家から駅まで歩いてますっていう人はですね、この歩いている時に少しですね、足を上げるような大股で歩くようなウォーキングっていうのを意識してみてください。例えばですけれども、この大腰筋、腸腰筋ってね、総称して言われるんですけれども、これはこういうふうに足を上げる筋肉でもあります。なので足をなるべくね、こう上げるようにウォーキングをしていただくこととか、あとは足をですね、こう前に大きく出すようにしていただくことによって、この大腰筋、腸腰筋っていうのが使われてきます。これが普段の日常で一番簡単にできる便秘解消の運動になります。あとは通勤とかでね、全然歩かない、ウォーキング全くしないっていう人は、足踏みだったり足上げ運動でも OK です。どういうものかというと、もう単純にですね、家でこういうふうに足を上げる運動です。こうすると腸腰筋がね、働いてきます。インナーマッスルが働いてくるので、これだけでも OK です。こういう腹筋はですね、このアウターを使うので、こういう風に足を上げるっていう運動を入れていかないと、インナーマッスルはですね、なかなか鍛えられてきませんので、こういう風に足を上げていきます。またこれも座りながらでも OK です。こういう風に足を上げる、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 こういう風に足上げ運動ですね。こうすることによって強制的にですね、インナーマッスルを働かして、腸の動きを良くしていくっていう運動になってきます。これが便秘解消のための運動になってきます。基本的にはインナーマッスルを鍛えていく、運動していくっていうことが便秘解消につながってきますので、是非便秘でお困りの方は試していただければと思います。もしこの運動だったりをやってもなかなかですね、便秘が改善しないっていう方はですね、他に原因がある可能性が多いです。一番多いのは、そもそものもう腸内環境がすごく悪い、もう今まで食べてきたものがもう腸にこびりついてデトックスしないといけない状態になっている人が実際います。こういった方は一応ですね、腸内環境をリセットしていく必要がありますので、もしこれをしたけど変わらないという人は、ぜひですね、ファスティングというものを受けていただくことを非常にお勧めします。実際私がですね、ファスティングの支部長をやってますので、今はですね、いろんな人をですね、ファスティングによってサポートしてきました。ダイエットでのファスティングだったり、便秘解消だったり、体のだるさだったり、いろんなファスティング方法がありますので、このファスティングも超簡単、楽にできるファスティングプログラム、1日ファスティングっていうプログラムがありますので、もし便秘でお困りでしたら私のプログラムにですね一緒に参加していただければと思います。便秘解消以外にもですねもう痩せるっていうメリットもありますので、便秘とダイエット一緒にやっていきたいっていう人はですねもうめちゃめちゃですねいいプログラムになってますので、ぜひ受けていただければと思います。そうですね、今回はなかなかね頑固な便秘について解消していくインナーマッスルの運動をお届けしてきました。また次回ですね便秘の動画も上げると思いますので、ぜひチェックしてみてください。最後までご視聴いただきまして本当にありがとうございます。チャンネル登録、コメント、高評価も忘れずやってください。それでは失礼いたします。バイバーイ。